似合っているぞ、戦友。孫にも衣装ってやつだな。お前になら背中を預けられる。新入り、レーションの味には慣れたか。5ヶ月戦ったが、状況は悪くなるばかりだ。空軍に任せたせいでこのざまだぜ。新ヶ崎はどうなった？全滅しました。テレポーションシップを撃墜する方法はあるのか？撃墜以外は1回、戦術核によるものです。そうか。ただその方法は使えそうにありません。すでに半数以上の戦略基地が壊滅、我々は核攻撃能力を失いつつあります。打つ手なしというわけか。戦況報道をお伝えします。怪物の投下を阻止するため、 EDF は大型円盤への攻撃を敢行、損害を与えることに成功しました。戦局は好転しています。さらに EDF は敵の装甲を破壊できる新型機を開発しており、完成も間近とのことです。新型機による攻撃は失敗した。我々にできるのは怪物を倒すことだけか。この5ヶ月で人類は総人口の3割を失いました。我々は社会システム崩壊の危機にさらされています。3割、ここはまだマシな方というわけか。俺たちがやるぞ。地上からテレポーションシップを破壊する。軍曹、賞賛はあるのか？怪物を投下するとき、ハッチが開くのを見た。地上からなら開いたハッチを狙える。軍曹、健闘を祈る。こちらアウトポスト 4-8、 全滅寸前だ。基地を放棄する。逃げるのは無理だ。隠れろ。全焼基地ツーシックスが円盤の攻撃で壊滅。繰り返す。全焼基地ツーシックスが円盤の攻撃で壊滅。取り付けます。テレポーションシップの真下に移動するなんて。おかげさまで怪物と戦い続けてきた。だがもう限界だ。自分が負けて今日はここで勝たなければな。やったぞ。ダメだ。これもうおさらばだ。エイリアンは怪物を使って自分を滅ぼす気だ。だが台無しにしてやる。本来テレポーションシップの下は怪物によって守られている。まさか自分から近づいてくるとは思っていなかった。もうダメだ。この基地を放置する。敵がすぐそこまで来てるぞ。今なら間に合う。逃げろ。素晴らしい戦果です。この情報は我々に勝利をもたらすでしょう。直ちに世界中にデータを送信します。さすがですね。あなたのことは覚えておきます。あの赤い光が転送装置なのかもしれません。ハッチが開くのを待ち、光っている場所を攻撃しろ。総司令官より全兵士、エイリアンの攻撃は続いている。地球全土が戦場となり、人々は危険にさらされ続けている。エイリアンの宇宙船は攻撃を受け付けず、なすすべもない状態だ。だが EDF は対策を講じている。反撃が始まるまでの間、地上部隊は怪物の駆除を続け、市民を守ってもらいたい。
苦しい戦いだが、各員の奮戦を期待する。我々の後ろには無防備な市民たちがいることを忘れてはならない。我々のいる場所こそが最前線であり、最終防衛線である。